ーティストならではの VIP エピソード3連発。メンバーとなんか、はい、お化け屋敷貸し切って、はいはい、でまあ貸し切りだから前と後ろにお客さんいないのよ。ふんげー怖いの。向こうも知ってるのよ、ラルク主催だって。最後とか出口までもう全力疾走で見てる見てる。出口あるじゃない、出口開けた瞬間にもうみんなこう折り重なってこうサザエさんみたいにこう。プライベートではあんまりメンバーと遊んだりは。この間映画に行ったの、うん、そう4人で。へー。でそれも貸し切ったんだけど。けど並んで見ないのね、みんなちょっとずつ距離がありますね。この距離感がラルクなんだな、なんか。プロモーションビデオでなんかこうバスケットボールがあって、その周りでバスケットをしてるようなみたいな撮影をしてましたと。そしたらものの10秒ぐらいでポキッと音がして、折れたってつってもうこうやって撮影してんだけど、誰も反応しないですよ。折れた折れた。相田さんその場にいらしたんですか。うん、あこれから病院行くって。そんなんで折れるみたいな。だってジャンプしただけでしょ。ジャンプして着地しただけだけど。